はい、どうもこんにちは。フルジュリエットキロ3吉川タングホテルポータブル2、三重県津市青山高原です。今日はね、初めて、青山高原やってきました。ここからの電波をねよく受信してたんでね、自分も来てみて感慨深いです。後ろで風車いっぱい回ってますね。じゃあね、今日はね2メーター、これ、NR22L で2メーターからやっていきます。よろしくお願いします。はい、改めましてこんにちは。フルジュリエットキロ3オスカータンゴホテルです。はい、いつだ、11月の5日土曜日ですね。三重県津市、伊賀市と津市の間かな、青山高原っていうね、あのいいところがありましてね、風力発電所がいっぱいある、風車がブンブン回ってるところなんですけど、そこはね無線にとてもいいよって話を以前から聞いておって、東京が比叡山から運用した時も青山高原の方からバンバン呼ばれるんですけど、ちょっと一回行ってみたいなと思ってね、たまたまちょっとその5日の土曜日休みになったんで、あ、行ってみようと思ってね、車で京都から下道で2時間ぐらいかけて行ってみたんですよ。だいたい100キロあります。そしたらね、なんか、 かなりいいところで駐車場がね6個ぐらいあって、いろんなとこから運用できるんですよね。なんでね、あの1箇所の駐車場にあの無線化の人がいっぱい来てできないとかなくて、それぞれ分散してやればね結構できるなと思ってね、そこにね、朝4時半に出て、で途中ちょっとね道の駅で休憩したりしながら8時に着いて、8時からね東海マラソンコンテスト、東海マラソンコンテストって、ね、ちょっとやってみました。東京がポータブル2でね、管内局になるのかな、はい、あの3エリアのコールサインでポータブル2でやりましてね、でね結構できましたね。100曲ぐらいやったのかな、はい、100は言ってないから70ぐらいかな。で2メーターの SSB と FM、 430の SSB と FM、 まあ430 SSB できなかったかな、あと50メガ FM と SSB やりまして、でまあ各局にごサービスさせていただいたというかですね、あの普段ね東京比叡山からね2エリアの人とねよくねお話してもらってね、あの非常に感謝してるんですよね。やっぱり3エリアから2と更新するっていうのは、ね、嬉しいもんでね、特に、岐阜、三重、愛知、たまに静岡ね、浜松とかね来ますからね、面白いなと思ってねやっておりましてね、はい。で、土曜日はねその、第6駐車場ってところにね誰もいなかったんで、あの朝着いてでずっとねやってたんですけど、あのアンテナちょっと忘れましてね、2メーターの 2.2 メーターのモービルホイップ、NR22L ですね、これメインでやってまして、あとね430はねあのアンテナ忘れちゃったんで、 RHM12 ね、430のねエレメントついてるんでね、 RHM12 で軽くやって、で50メガも RH12 で、50メガに調整して出たと。ね、あの RHM12 やっぱ便利です。あれ車に1本積んどくとね、あれね標準で7メガから430まで出れるんで、まあ、全部出れますし、あの拡張コイル持ってると 1.9 とか 3.5 もねできなくはないんでね、やっぱ RHM12 はねいいアンテナです。はい、あの困らなかったです。今回ね本当はねあの1200までのねトリプルバンドのねモービルホイップをね車に積んでたつもりだったんですけどね、まだ発見されないです。多分車の中にあるんですけど、全部荷物下ろせないとダメだろうなと思いながらね、今ねやってますけど、まあ今日はねちょっと車のね荷物整備しようと思ってますけれども、そんな感じでね青山高原行ってきましたよ。あの景色良くて、で風車がブンブン回っててね、で見晴らしが良くて、2も3も開けてて、で1エリアも行けるらしいんですよ。確かに1エリア聞こえたんですけどね、更新には至らずでしたね。はい、まあ青山高原ねなかなかいいところだったということで、であのちょっと走れば駐車場にトイレもついてますし、あの一軒ね、カフェみたいなところがあって、そこでカツカレー食べたんですけど美味しかったですね。であの伊勢湾がバーッとね眺望開けててね、非常にいいなと。で風車はね大迫力で回ってますしね、風車ってノイズあるのかなと思ったら特にねノイズも感じませんでしたんでね、非常に良好に更新できました。でねこれで2イレールの各局とねたくさん更新できたのと、あといっぱいね無線化の人の後から上がってこられたんで、ちょっとアイボールもできましてね、名刺交換したりね、ちょっとお話したりね、50メガのね H9CV ね上げてねやっておられた方とかもいらっしゃいまして、うん、なかなかね50もねちょっと久々に更新できてよかったなと思いますね。だからね西宮、西だと西宮六甲山、その辺までできましたね。あと京都局はいっぱいできて、
であとは、三重で岐阜もありましたね、樽井町とかね、よくあの YouTube で聞く名前が出てきましたね、関ヶ原とかね、で愛知県各局、名古屋市内とかですね、あと西尾市とかね、あと、浜松がね数局更新できたんでね、まあ、あの3エリアからすると浜松って結構ねギリギリ 430FM でギリギリとかのところなんで、なかなか暑かったですね。それで先はちょっとなかったかな、はい、まあ、なんとかね、初の青山高原うまいことやって、でまあ、渋滞がちょっと心配だったんで3時に降りて、で50キロ走って江南インターチェンジって新名神のね、そっちもだから京都の反対側走って新名神でずっと帰ってきたらね1時間40分ぐらいで帰ってこれたん で高速代も土日だったら1150円、京都南まで1150円だったんで、まあこれならまあ行きやすいなと思いましたね。はい、行きはね、京都から24号線下って163号で、笠木の方抜けてね、そこから南山城村から、まあ、山入って伊賀市抜けて、青山高原でしたけど、ちょっとしんどかったですね、やっぱりね夜だったしね、で163号線の道が結構狭くてね気使うんでね、まあ、高速使って行かれたら、まあ、あの距離ねだいぶ遠い110キロぐらいになりますけど、そんでもまあ、 あの快適に来れるなと思いました。なんでね、また今度時間あったらね青山高原遊びに行こうかなと、今度はヤギ持って行こうと思ってますね。はい、そんな感じでね、青山高原レポートでございました。いいところなんでね、3エリアの皆さんもねぜひともまたねちょっと遊びに行ってもらったらね楽しいかと思います。それでは、ね、この辺で終わっておきますね。それでは楽しい無線ライフを、以上ジュリエットキロ3吉川丹後ホテールワッフルさんでした。ありがとうございました。73さよなら。